こんばんは。埼玉までサッカー見に行ってきたって、すごっ。どうもー、こんばんは。わ、なんか、あ、ゴールデンウィークだからキンキラキンなの？舞台が。わ、ハートとかタコも金だ。一昨日やっとコナン君見に行きました。面白かった？でも何回か見に来たやと。そう、昨日ベイカーストリート見てた。名作よね。ベイカーストリートとか、瞳の中とか、瞳の中の暗殺者とかも名作よね。こんばんは。ロンドンのやつ、そう、あの、うん、うん、みんなはゴールデンウィーク何してるの？ちゃったか、大丈夫かな。大丈夫よ、うん。みんな何してるの？実家に帰ってますわ。いいね。お家でじっとしてる。なんかやっぱりこういうゴールデンウィークとかさ、夏休みとかもそうやけどさ、空港とかさ、新幹線のホームとかでさ、どこへ行くんですかみたいなさ、そういうニュース流れるやん。あれ見てさ、なんかちっちゃいさ、小学生ぐらいの子たちがさ、ハワイとか言ってるのを見てさ、いいなと思いながら見てる。小学生でハワイ行けるってすごくない？行ったことないよ、泉海外なんて贅沢な。ナンバー人多い？多そう。ナンバー多そうねえ。今贅沢よね。ブルーボトルどんぐらい混んでた？混んでた？ブルーボトルいいなあ。ヒロシはそれな、円安なのにハワイ行くってすごいと思って見てる。そう、なんかハンバーガー、お昼のハンバーガーセット2つで6000円とからしいで。怖くない？ハンバーガーで6000円って怖くない？ゆずちゃんならゴールデンウィークどこ行きたい？うん、どこもあんまり行きたくないかも。一人の苦手やから。ゆずちゃんは実家帰る時間に、そう、実家帰ったとて一人だからあんまり意味ない。みんな仕事やもん。帰ったとて
デンウィークは幻だと思ってる。今日ちょっとだけどツーショット買ったよ、ありがとう。今日は暑かった、暑いよね。なんかもうお風呂上がりとかめっちゃ暑くてさ、この前なんかお風呂上がり暑すぎて我慢できひんくてクーラーつけたもん、この前。なんかもう暑すぎて、あのめっちゃびっくりするぐらい暑くてさ、若い時の髪型っぽいね、前髪の量増やしたからじゃない、いつもここら辺までだったけどこんだけ増やしたから。クーラーは癖になるから5月まで我慢、あと数日だね。今日28日なんだ。めっちゃ幼くなったね、幼くなったよね。まあでも前髪が伸びてきたらいつもぐらいにはなると思いますよ。童顔がさらに童顔になりました。いいちゃんゴールデンウィーク何するの？特に何もしません。特に何もする予定はありません。ねえ、もう5ヶ月経つんよね、今年始まって。なんか怖いよね、あっという間よ、あっという間の5ヶ月。別の時の髪型好きすぎてアーカイブ何回も見直します。本当？マジ？ありがとうございます。ゆずりはまとまって休みあるの？うん、ある時はあるしない時はないです。不定期なので、不定期っていうかそんな決まってないので、いつが休みとか。仕事ある時はあるしない時はないです。優勝ってきた、出てきた。いいな、スンドゥブ食べたの、いいな。希望休みとかって取れるの？前々から言ってたら取れると思うよ。 NG 出したら取れると思う。取れます。NG 出したら取れるよ。当日急に仕事入ることとかある？当日はあんまないかも。前日ならあるけど。休みの日のご飯は自炊？自炊の時もあるし、普通に買う時もあるしって感じ。自炊の時もあるし自炊じゃない時もあります。そっか、あと2ヶ月半とかなんだ。ゼップサマーツアーすぐだね。だからすぐ暑くなりそう。もうそろそろ夏服かな。いつから半袖かな。グリークヨーグルトは朝食ですか？朝食か。
おやつかですかね。うずみちゃんの実質野菜は無狙いなと思う。嘘、全然野菜使えへん時の多いよ野菜っていうよりなんかキノコの方が多いかも。別になんかとりあえずキノコ入れとけばいいやと思っちゃうタイプで、うん、とりあえずキノコ入れてる。もう半袖でもいいかもね。本当なんかなんだろう、毎年のあるあるやねんけど、なんかあれ春服がないみたいな、なんか衣替えするしたりするときにこう出すやんか、あれこんだけしか春服なかったっけみたいな、あれみたいな、え去年何着てたんみたいなが毎年ある。そう、気になってるジムの女の子が同じミス3回くらいしてるんだけど、同じミス3回くらいしてるんだけど注意できない、許しちゃう。それは注意の教えてあげたらいいんじゃない注意ってより間違ってるよってわかれへん、そういうのわかれへん。そう、毎年サイズ春服何着てたんやろってめっちゃ思うね。今日はもう半袖でいけたよ。本当？え、街中のさ人口割合どんな感じなん？半袖多い？教えてるけど何回も馴染みするね。かゆかゆですけど、それあれじゃない、もう分かってないんじゃない自分が間違ってるって、ちゃんと理解できないんじゃない分かれへん。全然そういうなんかさじなんかそういうの分かれへんわ。あの経験がない。経験がなくていいアドバイスができません。同じ菅に半袖は2割か、まだか、東京はほぼ半袖の人しかいなかった。なるほど、あれか、上着か。だから本当に毎日思う、服どこ行ったって思って生きてます。最近どこ行ったんかな、毎年思うねん。衣替えした時、あれこんだけしかなかったっけみたいな、去年何着てたっけみたいな、多いんですよね。夏服はたくさんあるの、捨てたの。うん、でも最近ね断捨離した、着てなかったやつ断捨離したけど、でもそれは冬服ばっかり断捨離した。その春服と冬服を入れ替えるときに冬服をあんま着てなかったやつとかもう大丈夫なやつとかを断捨離しました。初めまして、偽物が来たで、初めましての偽物や。結構ね断捨離すぐするタイプです。それめっちゃ聞かれるね、いらなくなった服とか後輩にあげへんのって。あげる時ってかあんまりあげないです。そんないい服じゃないもん、
し、いっぱい来て、いっぱい来て、あ、ちょっとボロボロっていうか、ちょっともうくたびれてきたというか、うん、そういうのばっかりしてるから、してたり、もう流行りじゃないのとかを断捨離するから、あんまりあげる機会がないです。ね、めっちゃ聞かれるさ、毎回聞かれんねん、断捨離の話すると。そう、あげる方もね難しいんですよね。お疲れ様です、お疲れ様です。そう、あのライダースはね、そう買ったんですよ。昔のやつじゃなくて買いましたよ、今年。生誕くじに、生誕くじに入れたらみんなどうする？どうする？色の断捨離っていう仕方もあるんだ、すごい。色の断捨離初めて聞いた。うんうん、いらんやろ絶対、泉のし、あの服なんて。うん、来た握手会行きます。じゃあめっちゃちっちびちのちっちゃいやつにしよう。出すの。絶対いらんやろ。しかもそれ着て現れたら怖いわ、このピチピチなやつ着て。笑っちゃうわ泉、めっちゃピチピチなやつ出して、ピチピチなやつちゃんと着て目の前に現れたら笑っちゃう。あのケラケラケラッピーください。ケラケラケラッピー残してるっけ、残してるか。お姉ちゃんにあげたりせんの？たまにするよ。キラキラキラッピ好きなんだ。普通です。別にキラキラキラッピが特別好きってわけではなくて、サンリオで好きなのはポンポンプリンとポチャッコなんですよ。サンリオで好きなのはね。ただ8期でそのサンリオの着ぐるみ着てやるってなった時にキョロキョロクロッピになっただけ。もしかしてネタフリでコナン前作見直したりする？うん、する。でもあんまりしてないけど、まだ昔のやつあんま見てない。最近のは全部見たけど。
キャラキャラクロッピダン可愛かったよ。着ぐるみ、なんだ、キャラキャラクロッピは知ってる人多かった、ファンの人でも。最近のサンリオのキャラクター分かれへんけど、キャラキャラクロッピは分かるっていう人多かったからよかったです。ディズニーあれ、あ、送ったわメール、ショールームするよっていうメール送ったわ。そういえばよかったよかった。ランランラン、フェスティバル、チュ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 、懐かしいな、あれ踊ったの何年前だ、2年前か。お祝いしましょ、お祝いしましょ、かわいいフェスティバル、かわいいかわいいってやったな、2年前、お正月明けやった気がする。夜は冷えますが本当冷える。スムーズだった、あのパッパッパッパーリパーリーってやつも踊った。え、去年だっけ、2年前だと思ってた、勝手に2年前にしてた、去年か、去年か、勝手に2年前にしてたかも。やばい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 、あのリボンリボンリボンみたいなやつ、可愛かったな。あ、そっか、ドライチ、そっか、ピューロランドだったもんね。いいな、めっちゃ可愛いやん、うらやましい。昨日ね、あれ開封したんだ、ポケモンカードを、新しいやつ、でもそんないいの出なかった。あ、ショールームすげーも届いた、うん、あくびが止まらんわ。メールまだ届いてへん、本当そろそろ届くと思う、届いたって報告が来たから、届いたって報告が来たから。集まり済み、開封配信はしません、もう開封し終わりましたのでね。ポケモンカード高いの出たら売るの、売らない、売ったことないポケモンカード。カットパイン食べながら見てます、いいなぁ、カットパインいいなぁ、お腹すいたなぁ、私も食べたいなぁ。今の泉ちゃんの髪の長さが全然違った、あれ生写真だって、あれ1年前とかのやつだもん、撮ったの、撮ったの1年前とかだよあれ。
売るために買うんじゃないの。いや、ただ単好きだから買ってる。ただ単ポケモンが好きだから買ってる。まあ、そう、髪の毛まだまだ伸ばすよ。一生ここやねんな。一生髪の毛の長さここやねん。なんでやろ。まあ、ちょっと切ったからなんかもしれないけど。ヤドンは出ないの。今の最新のやつとかにはヤドン入ってないよ。でもヤドンが収録されてるボックスやったら出るよ。今回のやつは収録されてないはず。出なかったもん。そういえばコアラ生月のやっと泉が出た。今日は夏月も出た。いいね、いい組み合わせだ。いい組み合わせやん。最近髪がボサボサになるクワス好きになった。あのこの前最近ポケモンセンター行ったらそれのグッズ売ってた。いっぱい可愛かった。クワッソ。いや、なんか人生ないものねだりなのよ。なんかここまで伸びてきたやん。そしたらなんかこうやって切りたくなるなとか思ったけども、切ったらどうせ後悔する。私切ったらどうせまた切らんかったよかったロングにしたいとかなるタイプやねん。だからとりあえず伸ばしてます。はい、もう分かっている。私のもう思考は見えている。切らん。あらららら、うん、もっとロングにしたい。エクステつけてたぐらいにしたいんですよ。だからあと1年ぐらいかかるかもしれへん。あら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 。髪長いとターンの時とか綺麗よね。ね、綺麗。いいなぁ。どう届いたの、あくびどう。いいなぁ。どう、かわいいよね。エクレアみたいで。ポケモン全部言える子。わりかし言われへんやつもあると思うけど、わりかし言えます。昨日野球見に行ったら中村選手がいて、泉ちゃんのことを思い浮かびました。あら、離れていても。ポケモンもう1000匹以上いるよ。こんばんは。1000ちょっとじゃない。2000はいないはず。あくびが止まらんで、あくびが止まらんで。ポケモンのゲームは毎回2本ともやるの。1個だけですよ。ゆずみちゃんが夢に全く出てきません。ご招待してもいいですか。私を夢に招待するにはちょっと難易度が高いんですけど、クリアしてもらえますか。
はい。はい。さて、週末はハンバーグ食べたけど、明日は何食べたらいいかな。明日？明日か。明日はね、チキン南蛮。アクシアツーショットを撮ると夢に出やすくなると聞いたことがあります。そうですね、アクシアやツーショットを撮ったりすると、あの出現率がアップします。はい。明日名古屋行くけど、あー、あくび止まんねー。ダメダメ、止まらないわ。よし、あくび止まらないわ。明日名古屋行くけど何食べたらいいですか。味仙行ったことないから味仙行ってきて。みやちゃんがチキン南蛮のタルタルソース抜きが好きらしいけど、どう思う。いずれも賛成派です。タルタルソース食べれないもん。だからでもチキン南蛮食べたことない、食べれないから。店行きたい。風呂から出てきたよ。早い。いいな。チキン南蛮。チキン南蛮でいいじゃん。タルタルソースは抜かなくていいよ。タルタルソース泉が食べられへんから代わりに食べてきて。じゃあ夢の中で店で待ち合わせしよう。なんだっけ、そういうのあったよね。あったよな、そういうセリフ。夢の中でなんかあったよね、夢の中でみたいな。マヨネーズも食べれないよ。あ、そう、禁じられた二人だ。禁にや、禁に、禁にの最後のセリフだ。夢の中で、忘れちゃったセリフ。エビフライは何もつけないよ。揚げ物に何かつけるのあんまりつけない方が好きだから。揚げ物何もつけない方が好きなので。 Don't you love me? それももう忘れたセリフ、言ったことないけど。 Don't disturb のなんだっけ、忘れちゃった。お塩もつけないよ。何もつけないよ、そのままで食べます。唐揚げにレモン、レモン美味しいよね。なんか出てきた、ゴールデンダルマ女王だって。泉ちゃんにリップ塗ってないミオが好きって言われたって。すごい可愛いね、そんなことまで話してるん可愛いね。そう、普通にリップ塗ってないミオ可愛かったから。可愛いね、それを嬉しいって言って報告してるんでしょ。可愛いね。
マヨネーズ飲むほど好きだから泉ちゃんの分のマヨネーズ任せて、よろしく頼んだぞ、よろしく頼んだ。焼き鳥に柚子胡椒をつけるのが最近一番おいしいことに気づいた。なんか塩の焼き鳥ってこと？タレの焼き鳥じゃないよね、塩の焼き鳥ってこと？おいしそう、おいしそう。おいしそうだね。でもまだね、焼き鳥はねタレ派なんです。まだ若くて、まだ若いのでタレ派なんです。めちゃくちゃ辛いカレーせんべい美味しいね。めちゃくちゃ辛いカレーせんべい食べたことない。普通のカレーせんべいならあるけど。焼き鳥は肉の味を楽しみたい派です。2ですね。2ですな。お主まさや2ですな。年を取ると塩の良さに気がついたのよね。え、塩でも味濃いの好きだからな。おばあちゃんになってもタレ派かもしれない。タレに店の個性が出る。なるほど、お主まさや2ですな。こんばんは。こんばんは。皮も塩とタレで迷う。マリンがね皮好きでね、いつも皮タレ頼んでる。マリン、泉は皮あんまり食べへんねんけど、マリンはね絶対皮タレ頼んで食べてる。たこ焼きは塩派です。美味しいよね塩も。でもやっぱり一周回ってね、たこ焼きもタレなんだよね。ん？ソースか。ソースなんですよね。ポン酢派の時もあったんよ、たこ焼き。でもやっぱり一周回ってソースが安定ですな、たこ焼きは。そう、皮ねあんま食べへんねん泉。皮、大人、やっぱ大人になると塩派になるんかな。ネギマ大好き。ネギが好き、大好き。ネギ、ネギだけで食べたい気も、食べたいぐらいネギ大好き。美味しいよな、甘くて。串から取ってシェアしたりする？あんまりしないかも。レバー大好き。ゆずぽとねレバー食べる。ゆずぽもレバー好きで、だからレバー食べる。ゆずぽも、はじめまして、はじめまして。レバー大好き。レバー生から煮は食べるの？レバー生から煮は好きだよ。レバー昔から好き。気が、ん？物心ついた時から好きだよレバー。ぼんじり美味しいよな。あのレバーのさ、あのもさもさした感じ大好き。なんていうの、もさもさっていうか、なんていうんだろう。うん、美味しいです。美味しい、大好き。軟骨も好きだよ。やげん軟骨とか好きだよ。鉄の味しない。美味しいじゃん。鉄食べ、鉄の鉄分、鉄分って感じ。よし、鉄分って感じですよ。レバーは鶏牛、鶏豚牛どれが好きですか？
豚食べたことあるかな、豚のレバー。鳥は好きだよ、焼き鳥で食べるじゃん。で牛も食べたことあって、焼肉で。豚食べたことあるかな、分かれへん。でも何でも好きですよ。うん、ホルモン大好き。うん、結構何でも好きです、内臓系。うん、結構好きですよ内臓系。頑張ってください、ありがとうございます。どうしてもレバー食べられない。本当？ハラミ大好き、ハラミ大好き。千枚食べたことあるかな、泉。もつ大好き。ミノ、ミノってさ、イントネーションどれなん？ミノ、ミノ。イントネーションいつも分かれへん。ミノ大好きです、おいしい。上ミノだ、上ミノを食べます。逆に前者ミノ、ミノなんですね。ピノと同じ発音なのね、ミノね。オッケー、ピノと同じなんだ。いつもなんかイントネーション分かれへんねん、どっちなんやろうって思いながら生きてた。おいしい。喉乾いたからちょっと水飲もう。今日暑いよね、暑い、最近暑い。チャラい人と一緒、確かに。聞こえてた？ピノ出たことあるよ、星と星ハート出たことあるよ。ゆずりんかわいい。こないだのテスナリアの髪型もかわいかったよ、ありがとう。ホルモン系はいつ飲み込めばいいのか教えて。己の好きなタイミングで飲み込めばいいのさ、正解も不正解もない。ピノ1個ちょうだいって言われたらあげれる、あげれる。そう、お寿司食べる、はじきはよく。お寿司食べたい、最近食べてない。でもお寿司最後に食べたのだってあれ、あの時だ、あいかぴょんとゆずぽとマリンとコナン見に行った帰りに食べた以来食べてないお寿司。てか結構ね食べてないかも、あれ、結構食べてないお寿司。高いお寿司ですか？回転寿司よりは高いけど、めっちゃ高いかって言われるとそうでもないから、
って感じのやつです。公園によく来てる人は顔を覚えてる？覚えてるよ、もちろん。回らない寿司っていくらからが高いもんなん？知らんそんな高いお寿司行ったことないもん。なんか行ったことないんだね。そうザギンデシースもしたことあるねんけど、そんなめちゃめちゃ高いあれじゃなかったから、そんな全然。なんかあれじゃない、合計でその万超えたらじゃない、高いお寿司って。分かれへんめっちゃ高いお寿司ってさ、なんかそういうイメージある。ゆきちさんぐらいになったらやっぱめっちゃ高いになるんじゃない、そのね。高い お店でおまかせは来い。確かにしたことないな、おまかせ。多分全然一生できひんと思う。やっぱ好きなものを食べたいのでね。キランキラン。やっぱりサーモンとかエビとかホタテとか食べたいので、ウニとか。いいね、うなぎ。うなぎ食べてないな、最近。あれ以来食べてないかも。ゼップ名古屋でライブした時に食べた以来かも。出て昨日はうなぎ食べてました。いいな、いつもうなぎ食べたいな。銀座でフラット入れるのがすごい銀座で絶対フラットも入られへんわ。すげえかっこいいね、銀座でフラットお店に入るって。だって銀座って聞くだけで高いもんね。高級お寿司にサーモンないって言うよね。別に無理だよ。サーモン食べたいんだけど。ダメ？サーモン食べたいよ私。サーモン大好きなんだけど。あ、ほんとだ、10時過ぎてるやん。私メール送らなかったにゃー、うん、ねえサーモン食べたい、絶対サーモン食べたい。マグロも大好きだけど、どちらかというとマグロよりもサーモン派なので、サーモン食べたい。高級店では小肌から始めるのが通です。小肌食べたことないな、小肌のあれお寿司。本当になんかちっちゃい子、ちっちゃい子っていうか子供が好きなものって感じのものしか食べてないから、なんかアジとかイワシとかも食べへんし、うん、そう、サーモン、マグロ、エビ、ホタテに、ネギトロに、イクラにとか、本当に
なんかウニイクラ大好きです。そういうのばっか食べるからな。縁側も食べへんねん。大好きだよ縁側、好きやけど。あ、タイとか食べる。スーパーでお寿司買うことはない？うん、あんまりないかも。あんまりないかもしれない。スーパーで。でも美味しいよね、スーパーのも。青魚ダメなわけではないけど、ダメなわけではないんだけど、なんか食べたいのがそこら辺で、そこを食べてたらお腹いっぱいになるって感じですかね。ウニ大好きです。ウニ大好きです。貝食べましょう。ホタテ食べる。そう。だからそこら辺ばっか食べてます。サーモン。カッパ巻きは、カッパ巻き美味しいけど、カッパ巻きあんま食べへんかも。泉は。マリンは絶対食べてる。ハマチ美味しいよね。縁側も美味しい。サーモン食べる。サーモンから頼むもん。サーモン、漬けマグロ、タイ、エビらへんから頼む。新子巻きは食べる？食べない。食べないな。そう、サーモンから食べます。キュウリ会ってまだ活動してるのかな。キュウリ会あのあるよ、あるんだけど、あんまりなんかキュウリ会らしいことはしてないな。あ、美味しいよねトロタク。お寿司大好きです。へえ、初手締めサバです。え、締めは茶碗蒸し。すげえ。泉はでもポテトとかも食べるから、みんなでポテトとか食べるでしょ。でジュースも飲むでしょ。たまにお味噌汁が飲みたくなってお味噌汁は飲むけどって感じかね。今日は味噌美味しいよね。どうしてもうどん頼んで、うどん美味しいよね。ラーメンも美味しい。回転寿司の食べる、たまに。デザート頼む派ですか？頼む時もあれば頼まない時もあるって感じですかね。野球してきたの？すごっ。タコの唐揚げ美味しいよね。最高何皿いきました？8とかじゃないかな。ベイカーストリート見た？でも昨日見た。次何見ようかな。天国へのカウントダウンもいいよね。見ようかな。デッドボールだったの？痛そう。やっぱゆずちゃんが一番たくさん食べるの。いや、最近ゆずね、あれそんなにだよ。みんなと一緒ぐらい。なんか全盛期、ゆずの全盛期お寿司いっぱい食べてた時はもうちょっと行ってたのに、最近そんなね行ってない枚数ゆず。そう、みんなと同じぐらい。本当にみんなと同じぐらい。
そう、全盛期の時もっと行ってたのに。いいね、瞳の中の暗殺者。アミはそんな食べない、あのお寿司そんなにっていうタイプだし、なんか食べるのもね、アミちゃんゆっくりだからね。アミ全然食べないよ。サミちゃんマイペースガールだから。そう、めっちゃゆっくり、アミびっくりするぐらいゆっくりだよ。ルーちゃんも食べないイメージ。ルーちゃんは日によるかも、食べる日と食べない日がある。日による、調子によると思う。今日全然食べてないなって思う時もあれば、普通の時もあるから。お約束のコナンの映画 DVD 注文したか届いたら発送するね。わーい、嬉しい、ありがとう。うん、楽しみに待ってる。みずみはめっちゃね安定してる。みずみはいつも同じぐらいの量を食べてる、まあ、いつも、まあ、目指せ30皿っていう意気込みをするんですけど、まあ、まだ目標達成したことがなく、はい、だいたいいつも6、7、1.8ぐらいかな。はい、いや、めっちゃお腹空いてる時に今日絶対食べれるみたいな、今日絶対30皿食べるみたいなこと言うけど、まだ未だに目標達成したことはありません。はい、もう一皿食べようか迷う時ない、そういう時は食べるんだよ。へい、迷ったら食べる。何があるかわからないよ、そんな何があるかわからないのでね、やっぱり食べとくべきなんです。迷ったら食べる、うん。でもシャリハーフとかにしたらさ、20皿ぐらい頑張ったらいけそうじゃない？そんなことないのか、ただ単ご飯が半分だから2倍だけか、いつもの2倍ぐらい食べれるだけか。まあシャリハーフはしてないですね、普通のごく一般の普通をの量を食べてますね。ラストの一皿はサーモン？気にしたことがなかった、特に気にしたことがない。お腹いっぱいって思って食べる、お疲れ様でしたって感じ。シリハーフしたことない、ネミ。いや、シャリハーフはなんかちょっと自分の中のプライドが揺らさないわ。やっぱ三貫盛りね、めっちゃたまに食べるけど、でも三貫盛りってさ、ちっちゃくない？一缶が意外と。
美味しいお寿司食べたいな。美味しいお寿司が食べたいな。そう。締めにエビの天ぷらなんだ。すげえ、初めて聞いた。カニ味噌食べれる？食べれると思う。飛騨牛寿司は食べたことある？飛騨牛コロッケとか飛騨牛串とかは食べたことあるけど、お寿司はあったかな？ない気がする。おいしいお寿司が食べたいな。おいしいお寿司が食べたいな。どうは？はっはお寿司はわさび抜き？もちろんもちろんわさび抜きです。あのな、妖怪ウォッチってよくわかったね。ドワハハで今21分か。わさびあんまり食べれないです。ルルルルルル、あ、ちょろちょろ出てるやつ、手洗うやつ。そういえば軟骨にピアスつけてない。閉じようと思って軟骨つけてない。もうずっと、もうすぐ1ヶ月ぐらいかな、つけなくなって。閉じようと思いましてね、軟骨。なんか急にいらないやって思い始めて、そう。彼女に辛いもの食べれないよねって聞いたら、どの女と、ま、かどの女と勘違いしてるとか、どの女とあのあれ間違ってるってこと。あ、それはね、悪いわ。勘違い、それはね、悪いわ。それは悪いわ。それはもうプンプンですよ。プンプンプンですよ。女、あの彼女はプンプンプンですよ。それは悪いわ。それは反省するべきと点だと思います。はい。悪いのは分かるんだけど、解決方法を教えてください。分かりません。ここにいるあの人生の先輩方に聞いてください。このコメント欄にいる人生の先輩方に聞いてください。やばい、充電が 20% ってきてしまったぜ。充電さしてなかった。そういえば刺さないと。よいしょ、充電できたかな。充電できたかな。おさびはダメやのに蒙古タンメンはいけるんが不思議。いやでも多いと思う。そういうなんか辛さが違うやん。なんて言うんだろう、辛さが違うよ。先日取引先の男がスーツに鼻ピアスしてたんですが、信用していいでしょうか。わかんない。まあ人は見た目で判断しちゃダメですからね。まあわか、でもわかりません。からしも得意じゃないです。マスタードも得意じゃない。あ、ツーンがダメなのかもしれん。確かに
桃子タンメンは大好き。既読もつかないし、もう会いに行くしかないんじゃない、直接。兄ちゃんも見た目によらないからな。そうですよ、本当に。町中華行ったことないかも。その中華料理屋さんあんま行ったことないね。普通に王将とかそういうのしか行ったことない。チェーン店とかしか行ったことないかも。チキンナゲットは？ん？チキンナゲット大好き。チキンナゲット大好き。チキンナゲット美味しい。美味しい。なんだっけ、ホットとスパイシーの違いだっけ。あー、からしと、からしじゃなくて唐辛子とわさびとかってこと。王将では何が好き。餃子かな。で、王将も全然行ってない。だってこっちに来て行ってないもん多分、だからもう本当に行ってない。ベーコンポテトパイ食べたことないねん。あ、チキンナゲットにはバーベキューソースですよ、もちろん。バーベキューソース派でございます、もちろん、もちろん。今日食べたよ、いいな。いいな。そう、マスタード得意じゃなくてあんまり。そう、まだお子ちゃまなんです。何それ、王将で餃子の味噌だれ、そんなのあるの。でも餃子も泉あんまり何もつけないのが好き。んーりょん、こんばんは、こんばんは。んおでんにもからしつけないの、つけないよ。マックのマスタードは全然辛くないよ。うん、食べたことある。辛くないねんけど、マスタードの風味がするの。全然バーベキューの方がね好みなんですよ。さては豚まんにもからしつけないのか。つけないよ。おでんは牛すじが好きです。牛すじ美味しいよね。でも牛すじ好き。シューマイも何もつけないよね。え、あんまりつけないもの多いよね。私何もつけないのが多いです。なんでやろうね。なんかつけないくて美味しいからさ、いいやと思っちゃうだよね。目玉焼きはねつけるよ。あの醤油かけます。さすがに醤油かける。調味料少なめよね。いや、そうなんこともないんだよね。味濃いのめっちゃ好きやねん。だからね、そんなこともないはず。ゆで卵はつけないよ。あ、でもあの味玉とかはさ別として、ゆで卵もつけないよ。え、
最近豆干しはいつ食べてるか。最近は納豆にね入れてる。豆干し美味しいね。ゆで卵に胡椒？すげえ、やったことない。でもそっか、目玉焼きに胡椒かけたりもするからさ、美味しいよね、卵だもん。納豆に梅干し美味しいよ。スクランブルエッグにはケチャップですか？ケチャップかけてもいいし、かけなくてもいい。今コンビニに売ってる種なし酸っぱい、やばい、めっちゃ酸っぱいってなった。種なし酸っぱいマンにハマってる。泉ね、酸っぱいマンはね、種あり派なんの。種あり派、酸っぱいマンは。梅干しをほぐすの。種抜いて入れて、あらりらりらりらってかき混ぜる。ゆで卵は半熟派です。ゆで卵は半熟はドエス。梅干し苦手かも。あら、私は大好き、梅干し大好き。グミね、グミ一番好きなグミはマロッシュで、昔から変わらず。最近さ、最近男梅グミと、あとお豆腐、お豆腐くんみたいなグミにハマってる。ソーダ味のグミにハマっております。酸っぱいの大好きやねん、酸っぱいの大好きやねん。酸っぱいの大好き、大好き。酸っぱいの梅干しも好きだし、レモンも好きだし、全然辛い、甘い、酸っぱい、全部好き。もずくお好きですか？もずくさ、なんかもずくさ、なんかからし入ってるくない？だからいじめが買ったやつにはなんかからしが溶け込んでて、味付けにな、だからからしってなった。からしがなかったら好き。からし入ってるもずくとか見たことない。からしエキスみたいなの入ってるねん。いずれにびっくりして、なんかこう食べた瞬間からしの味がして、風味がして、はっってなって、その表裏面を見たの、裏面を見たの。そしたらからしエキスみたいな、からしなんちゃらみたいな書いてたです。ほんまほんまに、ちょ見て見て、セブンのあのもずくやねんけど、後ろにからしなんちゃら、からしなんちゃらって書いてて、その入ってるあれを見ると、それを、あ、やっぱりからし入ってるわと思って、もうすぐ分かる、入ってるって。でしょ、からし入ってるでしょ。そう、めかぶ大好き。レーズンもからし抜きだ、頼む、ごめんだ。納豆にからしは入れません。そう、食べてみて、美味しいよ、からし好きな人は。赤もくって何？いや、一口目で分かるから、話一口目で分かるんです。海藻大好きです。昆布も好きだし、
もうピピッとレーダーが反応するんですよ。ピピからしだと、ピピマヨネーズだとか、ピピわさびだって反応する。タカモクは海藻だね。食べたことあるかな、タカモクって。タカモク